英検2級の面接直前対策、必ず注意しなければいけないの、これがやっぱレベルが上がってる、かなり難しくなってるね今はね。対策してない人はマジで解けない、めちゃむずい。でこれも出る動作決まってますから、しょっちゅう同じの出てるから、質問が長いので聞き取れない人がすごく多い。さて始まりました、森哲チャンネル。さあ今回は英検2級の面接直前対策になってる方が多いと思うんですけど、今前日に動画出してますから、面接の対策最新傾向ですね、はい、最近の傾向を見ながら話していきたいかなと思います。英検2級受ける方は頑張ってください。まあ今ね、大学入試も使えますし、まあ、CSE スコアってスコアあるんで、それで高得点出せれば英検準1級よりもいい点で出せるなんていう人もいたりするので、ぜひともね対策知っていきましょう。まあさらにはね、中学受験や高校受験なんかでもかなり加点される対象になってますんでね、英検2級って。なのでバッチリと今回の動画見て対策してってください。まあ今ねこれもうワクブク売り切れのところが多くてね、改訂版に取り掛かっているんですけども、まあ、最近の問題は、はい、分析しました。でいろいろと模擬面接もやってるので、そこで分かったこととかもたくさんあるので、ぜひ見ていきたいと思いますね。はい、それでは早速いきましょう。まずは音読問題ですね。はい、音読問題っていうのは、まあ意味の塊をちゃんと理解しながら読んでいくっていうのが大事です。だ前置詞の塊とか不定詞、関係詞の塊とか出てきますね。それらがどこからどこまでなのかっていうのを分かって区切って読むっていうのが大事になります。で必ず注意しなければいけないのは複数形です。複数形の S がついてるものいっぱいありますよね。でまあ三人称単数の S も最近出てくるんで、それらちゃんと S 飛ばさずに読むってめちゃくちゃ大事です。これね、無意識のうちに S 飛ばしちゃうんですよ皆さん。不思議でしょ。S を読む癖で、そもそも複数形の S っていうのを意識してないっていうのが分かる単語があるんだけど、まあカンパニーズっていう単語あるんですね。これね、読めないんで、これ多くの人が、それで読める人からすると何言ってんのこれ、なんで読めないのって思うかもしれないですけど、これ相当な割合が読めないです。コンパニオンズとかって読んじゃう人いっぱいいますね。でそういう風に普段からやっぱね、複数形っていうものを意識しないでいるので、絶対に意識しましょう。まあ読めない単語とか英検側は分かってますから、どうせコンファタボーって書けば読めないって知ってるから、多くの人は読めない。カンファラボー読めません。コンフォテーブルって読むからね。ディフェレントって出せばディフィカルトって読むし、ディフィカルトって書けばディフェレントって読むって知ってるんですよ、もう。だ、過去問見てください。同じ単語いっぱい出てますから。続いて、書かれたことに対しての答えるやつですね。これがやっぱレベルが上がってる。かなり難しくなってるね、今はね。サンプルよりもさ、相当むずいと思うね。とにかく、照らし合わせることと、代名詞変換が大事ね。According to the passage, how なんとかって問われるのと、why なんとかって問われるのがあるんですけど、参考書によってこの how しか載ってなかったりするんですけど、how だけじゃないです。why も出てくるから、なぜですかもあるので、こっちの対策もちゃんとしなきゃいけません。how do some companies みたいなんで出てくるんですけど、その some companies って書いてあって、どうせ答えのね、場所にはね、その some companies って書いてるんですよ。だその some companies を they に変えなきゃいけないとか、もしくはバイタス ING に how で聞かれた場合は、それに変える。でも why の場合はバイタス ING ないからね。why で聞かれてるのにバイタス ING で答える人いっぱいいますけど、ダメですよ。本当に模擬面接、もう今期何十人とやってきたので、もう学校単位でやってますから僕。まあよく言うじゃないですか。だ by doing so とか in this way って出てきて、あ、これ how のやつが来るんだってわかるけど、why だってあるからね。so とか as a result とかあって、それで because で答えなきゃいけないって問題出てきますからね。そのパターンも絶対解いておくことが大事です。で、プラスで必ず前の文と照らし合わせますね。such 何々とか these 何々 this 何々っていうのがあって、それの指すものを前の文から持ってくるっていう作業をしなきゃいけません。だこの作業が大変なんですよ。で、その前の文から持ってくる作業のレベルが上がってます。文中にあることが多いんだよね。どういうことかっていうと、昔は結構その持ってくるって書いてあって、あーはいはいっつって前の文見て、前の文の最後のとこ読めばいいみたいなのが多かったんですよ。でも今最近前の文の最後じゃなくてさ、前の文の途中から持ってこなきゃいけなかったですよね。そう、だから最後まで前の文読んじゃったらそのバツってなっちゃう。どっからどこまでこうちゃんと特定すること。で、照らし合わせるこの上も途中にあるし、この文もね途中にいたりするんだよね。だからここも途中にいて、ここも途中にいて、合体させるっていうのがめちゃめちゃむずくなってるんだよ。昔はね、やっぱどっちかは文末まで読めばよかった。こっちもby doing so と前のとこまで読めばよかったってなったのが、両方とも間にあったりして、というか答えを組み立てるのがめちゃくちゃ大変なんです。これ何言ってんだか分かんないって人はね、過去問やってください。過去問やんないと分かんない、これ。だ最近のいろんな対策本見てても、そうなってないのが多い。だ足りてない。そう、だ難しいんですよ。で、その指してるやつが関係施設がかかってて、どっからどこまで関係施設なんだ。トゥー不定詞の塊がかかってて、どっからどこまでがトゥー不定詞なんだとかね。まあ、これね、やれ分かるんですよ。で、これは対策してる高校とかだとめちゃくちゃできる子が多いんですね。でも対策してない人は、
マジで解けない。めちゃむずい。で、運要素もめちゃくちゃある。だ簡単な照らし合わせの時とめっちゃむずい照らし合わせの時が分かれるので、ぜひとも本当に過去問やってください。で、最近の過去問ちゃんと見とくことが大事。最近むずくなってる。はい、続いて漫画ですね。はい、漫画の描写に関しては、できない人が多いよね。最初に書いてあるから、ワンデイ、何々何ですね。誰だと誰がこうしてますって書いてあって、で、1コマ目は、A さんが A said to B で吹き出し読めば、それで終わりですからね。この1ポイントだけです、やるのは。そう、なんか、いろいろ描写すればいいとかって思ってる人いるんですけど、違いますよ。必ずここだけ描写してください。A さんが said to B さんで、何々っていう吹き出しの中でも、これだけです。これだけやればいいです。そしたらもう次のコマ進んでください。あの、矢印にさ、書いてあるじゃん。その後にこうなるみたいなね。The next day とかさ。だいたいそこにあの、時間と場所書いてくれてるんですよ。AK、準1級の場合は、時間だけ書いてあって。場所を自分で言わなきゃいけないんですけど、2級の場合は場所も書いてくれてることが多いですね。で、動作です。動作はとにかく過去進行形、絶対過去進行形で言うっていうのを忘れないでください。で、これも出る動作決まってますから、しょっちゅう同じの出てるから。で、一人がファン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 って考えてることが多いですね。 Was thinking about, was thinking of 何々とかっていう風に考えてるところがすごく多いとか、まああとは楽しみにしてる、 was looking forward to ing とか、そういうのすごく多いですね。あと was worried、 心配してる、Was worried that SV、 SV なんじゃないかと心配してるとかっていう、このパターンがよくある。で、あとは言うっていう、喋ってるパターンがありますよね。That told 人 that SV の形とか、Suggested that SV 原型とかね。Tell 人 to do もそうね。Told 人 to do、 こうするように言うみたいな、この辺はできるようにしとくといいね。Ask 人 to do とかもそうね。で、動作は本当に同じのが出てるので、ぜひとも覚えておいてください。で、2コマ目に2箇所必ずポイント、描写するポイントがあって、で、さらに3コマ目にまた2箇所描写するポイントがありますから、絶対そこを忘れないで。これを考えないで、全然関係ないとこね、描写する人いっぱいいるんですけど、点になんないですから、点になるとこを描写するのが大事なんで。で、それ過去問やること、過去問見て、模範解答見てください。あ、このポイントなんだって分かるはずだから。適当に見ちゃダメ。適当に見て、ああ、こうなのかな、こうなのかはダメです。必ずどこを描写しなきゃいけなかったのかを知っておいてください。で、同じ動作がいっぱい出るから。はい。そして応答問題ですね。まあ、3と4で出てくるわけですけど、長いんだよね。英検2級っていうのは、ここの部分が。質問が長いので聞き取れない人がすごく多い。そう、だから、まずリスニング力ない人はリスニング力を鍛えないといけない。そんなことを言ったって時間ないじゃないかっていう人ですね。頑張りましょう。ポイントポイントね、ちゃんと掴まなきゃいけない。で、その時にね、結構、答え方のね、やつありますけど、アイデア出しの動画あるんで、それちゃんと見てくるんです。何でもイティーズで答えちゃう人、結構ね、質問、複数形で問われることが多くて、they are ってこっち答えなきゃいけないことすごく多いんですよ。全部イティーズで言ったら限定されちゃうってあるので、気をつけてくださいね。そう、だから、言ってるトピックだけでも何とか分かってください。で、ナンバー3が What do you think about that? だから、I agree or disagree で答えるやつ。で、ナンバー4が、まあ、Do you think 何々っていう質問が多くて、Yes, No で答えるやつですね。で、その後に、二分必ず言うこと。これが大事。二分言わないとダメだから。ほんと一分しか言わない人いっぱいいますけど、ダメです。二分言ってください。まあ理由1個目、理由2個目っていうのか、理由言って具体例みたいなね。こういうので必ず答えるようにして。で、難しく答える必要はないですから、とにかく二分言う。主説を二つですね。言う。だからあんまりね、because っていうのをあんまおすすめしないです。I agree, because 何々っていうのをおすすめしない。I agree, 何々って言って、also って言って二つ目の理由言う。理由1個言って、その後に具体例を言うんだったら because で答えてもいいですけどね。ただ理由2個言う場合は because だとちょっと変なんで、あまりおすすめしません。で、とにかく無言が良くないので、まあ態度点もそうですけど。なんで無言にならないように聞き返すだったりとか、Let me see みたいなフィラーって言うんですけど、こういうのを入れるっていう癖をつけてください。って言わないでね。とか、って日本語言ったら限定されちゃうんで。だから、とか、well とかね、そういうのを言えるようにしておきましょう。で、もう間が空いちゃうと思ったら聞き直す。相手の言ってることが分かってもアイデアが浮かばないんだったら、I beg your pardon とかね、Can you say that again とかっていう風にもう一回聞いてください。そう、それで時間を稼ぐんです。その間に考えてください。これが大事ですから。とにかく正しい文をね、簡単なのにいいんで、それを二つ言うっていうのがめちゃめちゃ大事なんで。で、この聞き直しのやつは、文章に基づいた問題に関しても使えますね。そう、文章に基づいたやつで探すわけじゃないですか。How とか Why で聞かれて。で、その時に最近難しいから時間かかっちゃう。で、やばい、時間ねえよ。やばいやばい、無言になっちゃってると思ったら、Can you say that again? っていう風にもう一回言ってもらって、そのもう一回言ってもらってる間に探して作る。そう、この文を作るっていうのがめちゃくちゃ大事。本文に書いてあることから作んなきゃいけないからね。自分でなんか想像してとか、パラフレーズして作っちゃダメですから。はい。という感じでね、ぜひともやってください。最近は、とにかく音読に出てくる単語だったり、音読のに対する応答の問題がレベルがかなり上がっていますので、ぜひともこの対策をね、して、受験に臨んでもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。頑張ってください。ぜひともね、この動画が良かったら、高評価とチャンネル登録忘れずに、そして、ぜひとも良くても悪くても、
結果どうだったかとかね、伝えてもらえればいいんじゃないかなと思います。ぜひともね、その結果書いてください。はい、待ってますよ、コメント。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。